はい、ということで到着しました。ここでご飯食べていくんですけど、はい、チームをシャッフルしようと思って、はい、ニューハーフの方がもう入れ替わる感じでそのまま、はい、そしたら全員と喋れると思うんで、で別チームだけあっちの場所で食べていきましょう。はい、お願いします。ちょっと餃子とか届くまで、はい、一旦もうほぼ初顔合わせみたいな感じやから喋ってやん。もうほんま疲れてもうてちょっと頭痛い。顔芸やんか、頭で。心男なん女なん、プライベートめっちゃ女なんよ。でもそれをさ、してもさ、誰がみたいでっていう感じやん。まあまあまあ、じゃあ今、あえて作っとんやん。めっちゃ頑張ってるんだよな。全然本来は違うんや。車でちょっとだけ喋ったんですけど、結構ピュアな感じでしたけど、悩みとかピュアな感じで、はい、あ、そうなんや、はい、なんかむっちゃ女みたいやん。5倍ぐらい女感すごいもんな。どうなんですか、意外となんか肉食いやガツガツ、そう、筋肉食なんかガツガツって、まあ、一番逆なんですね、一番いってる、一番食ってる。だからめっちゃ DM とかやるタイプやな、結構行きたい。そういやね、結構ガッツリ行きたい。こういう女一番危ないな、ほんとに。でも多分こういう女に一番男弱いから。せやね、結局な、ほらな、もうちょっと酒飲もうや。マジで結局こういう女の人なんです。だから俺は俺お土産役になってる、いつもなっちゃうでしょ、ね、なっちゃうなって自分もめっちゃ楽しいです。相馬さんもそんな感じよな。あ、自分を犠牲にして周りを盛り上げてみたいな。もうだからもう全部持っていくね。相馬の言ってること全く一緒やん。ほんまにええねえねえ。それであ、ちょっと一回ちょっと食べてもらって。確かに嬉しい。やっぱロケマサがめっちゃ好きなの。私結構一途だから。なんでやな、俺のこと見てくれへんの。見れへんの。すごい、俺俺ねえるめっちゃ女ちょろしてるやん。ちょろ、思ったよりちょろかったな。どうか、だいぶちょろいぞ。勘弁してよ、お前。押したら結構いけるタイプや。ほんで、ボーリー歌は早すぎな、ほんま。とりあえず。一回謝ってんの。はじめはめっちゃ名人が。そう、私ね、素朴で、あんま喋らねえんだ。もう、アンってしたくなんねんけど、ボーリングの速さが、ちょっと、どうしても受け入れられる。あれ、そんなバットだよ。なんか、残り1ピンに対する速度じゃないんですよ。いやし、しょっぱらやっぱどれかストライクぐらい行ってもらおうなみたいな思ってたから。チェンジ入ってる。ここでなんか明治巻き返せるからな。だから結局な、ほんまにとかこれかちょっとあの、うん、楽しみです。まあね、名人とかでも結構餃子とかね、食べさすの得意やったりするから、ね、そうですね、食べさせてくれる、ね、まあね、まあ、まあ名人食べさせ方ね。あんま嫌い全然。あ、いけるんふざける、分からん、相手によるんじゃない。いや、泣いたことないけど。あ、そうなんや。でも立つのは立つと思う。めっちゃおかま嫌いそうやねんな。オーラがなんか、うん、そうなの。けど厳しそう。俺そうなんやわ。厳しそう。そう、大丈夫。でも逆にその合格もらえるまで頑張るから、うん、その努力もしないのさ。頑張るやじゃん。努力せずに、その始めたいわけじゃなくて頑張るよ。ごめん、ミスなんとか取ったやろ。それが頑張ってくれ。そう、それが来てくれな、来てくれな、困るやな。そう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 、名人、名人ちゃん食べて食べて。特にやっぱこう最初名人言っとったんやから一回。あ、すごい強度でね。あ、すごい、すごい、 3P ね。いいやん、いいやん。餃子だけ一緒に入れたけどね、 3P なんで。あ、しようか。あ、だからバケなんだ。何がいいですか。肉食えますよね。うん、なんて書いて。あのガチのデートの時やっていい。欲しいかも。はい、もう大きい、大きい、一口サイズというか、一口サイズちょっと噛んでほしいかも。横のアドバイザーなんだ。マジでおつもりさんみたいな。姉さん、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 一回待って。いや、はいはい、はい、はい、はちゅー。え、はちゅー、はちゅー、え、ルームしてた。それはさましたらね、さましたら。はちゅー、大丈夫、ごめんごめん、大丈夫、大丈夫。あ、うまっ。あ、うまっ。ラッパーやな。ラッパーね、男でもせえへんもん、そんなもん。じゃあ、食べてもらって。おいしい。いただきます。こう普段から無口なのか、それとも横がキャラ強すぎてもう完全に出足くじかれたらどっちなの。友達同士だと食べれるんですか。あ、なるほどなるほどなるほど。横キャラ強すぎるもんな。これ黙るやん。いや、黙れへんやん。全然楽しいもん、やっぱり嬉しいし。こんなイケメンとご飯とかさ、ないし。ないの。なんで、姉さん、姉さん、姉さん、
姉さんある、姉さんある。僕はないでええやん。もうマウント取らんでええやん。姉さんは結構男言ってたもんな。言ってそう。言ってるよ。マジ千人切りとかしてたもん。話聞いてるけど。姉さん言ってるもん。私逆ナンばっかしてるから。逆ナン。逆ナンするよ。エロケマさんみたいなやつ見つけては。そう。だってイケメンからさこっちに来ないぞ。それはもう自分から行かないと。それはすごい。絶対無理やもん。筆下ろししまくりっすかじゃあ。そう。すごい。相手から来てくれたら自分から行かないと。そうやけどな。ねえねえ、メンタルいぐそやもんな。すごい。次の渋谷行ったの一緒にクラブ行った。で毎回持って帰ってるよね。そう、それはすごい。で仲良くて。クラブ仲良い雰囲気全ゼロや。めっちゃ仲良い。仲良い。仲良かった。そうなの。結構みんな仲いいから。そうなんや。8年前の、こんな他人みたいな雰囲気出せるの、めっちゃ逆にね、逆に言うとき喋んなくていいから、もうなるほどね、みたいな感じ、そうそう、いいよ、なるほどね。それこそこの前、この前クラブ渋谷に行って、だいたいせいなちゃんがいつも消える。消える男と一緒に。でもその後、ちゃっかり行くんですか。けど、ちゃんと休憩で2時間でやり終えて、やり終えて、やり終えて始発で戻ってくる。早い、早い、解散早い。いや、ペグタイム入るすぐ。そういうのなんかしてらんない。それはわかるわ。食べます、いただきます。いただきます。そこは男と同じ賢者タイム入るんや。ヒカルさんないからね。まあ賢者タイムならないもんね。賢者不在って言ってますもんね。あってほしい。女子からしたらなんか賢者タイムはなんか敵みたいな感じじゃないですか。なんか悪みたいな。けど賢者タイムがなんかもうずっと可愛い可愛い言ってくれるってこと。そういうこと。UFO かも。UFO やば。嬉しいね、そんな。だってやり終わったらさ、もうすぐこう。そう。やられるやられる。速攻狙われる。ええってやるタイプ。マイさん賢者タイム強そうじゃないですか、マイさんは。マイさん。え、もうそんなんでもいい。え、でもまあ、もう、じゃ、それ終わった。あ、そうなん。ちゃえちゃわした。え、もういいよ、なんでもいい。キスする時に、ほらほらとか言っても別に。男いるんですよ、だいたい M で、キスする時に、ほらほらって。え、そうなの。あれで多分それが嫌やねん。本年多分あれどっちとみたいな。そんなやつおる。相馬さんやりそうだけどな、ちょっと。ああ、じゃあ相馬さんか。今日、あ、そう、最初に絶対やりそうやなと思って。大丈夫。はい、大丈夫です。ほんま引いてない。本当に普段からこれぐらいのテンションなんですよ。だから引いてるからとかじゃないですよ。こういうのが私好きやねん。何考えてんのよとか。あ、でも科目やからな、もう成立で。そうそう、どんなエッチするの。さやさんいらないですか、おばちゃん。うん、大丈夫。感情ゼロじゃないですか。うん、大丈夫。大丈夫。花木さんも男らしくていいですよね。何なんですか、その人。でもまだちょっと正体が私はまだ。ああ、そう見えてめっちゃ格闘技強いです。強いです。ムキムキですね。ムキムキ。体割れてます。え、見せていただくこと可能ですか。ここだったら分かるんですか。競技。ちょっとおいでおいで。おいでってちょっとだけ。さあ、おいで。早く。喋ろうや。え、なんか照れてる。可愛い顔してるんだ。初めてのやつやね、今。そう、これまたこうやってにすみ。腹筋触らせろ。可愛いな。佐々木さん可愛いからな。可愛い。なんか顔女の子みたい。なんか一番顔女の子っぽい。確かに。なんか丸み帯びてるし。してるよね。プリプリしてる。丸み帯びてる。プリプリして柔らかい感じな。餃子。かわいい、かわいい、しかもツンデレなの。そう、めちゃめちゃ。あ、ツンデレなんだ。誰の紹介。え、これ今何飛んでしたっけ。あ、うちらの仲を深めるから。そうそうそう、だってミックスしてそうですよね。そうか、そうか、初めて話しますもん。ロケマサ君は初めてだよ。なんで初めてじゃないの。俺はもうズブズブ。あ、そうか、そうか、もうここはズブズブだし。まあ、ズブズブ、ズブだしね。すごい話。伊藤さん、これだから今日会ってちゃんと喋ったんですか。まあまあ、ちょっと喋ったよね。ちょっと待って待って、車の中でめっちゃいい話聞いた。え、ちょっと教えて、教えて、それ教えてくださいよ。俺聞いてないもん。めっちゃいい話聞いちゃった。基本的にはヒカルの性癖の話だよ。ヒカルくんの性癖のヤバさをずっと車の中で。僕、そのままさんいなくなってこっち耳触られてましたからね、セリナさんに。あー、もう付き合ってるなんかさ、他の女興味ないみたいなやめて。そういや、違う違う、別にそんなこと言ってないですよ。そうなの、寂しいな。ロケマサくんね、これを機にね、私とびは多くない。
ね。他のパークする？お姉さんしか行けないってことでしょ。セナさんしか行けないよっていうアピールされた。ちょっとどうするうちら。年上さんじゃダメですか。ちょっと待って。あのやめましょう一回。だって負けたくないよね。あ全然ちょっと。ちょっと待って。俺も入れて。俺も入れて。なんか入るじゃん。なんか俺だけなんか相手されない感じ。そんな。一番仲いい。一番キャバクラなんで。ちょっとあの先の先入れて。でも中村さんはどんな女性の人がタイプなんですか？まだここから知らないの？だ僕は知らないから明るい人がいいんですよ。よく笑う人とか。今日全員ってこと？なんかさ、そう全員。僕は僕は大事にしてるのは顔のタイプです。顔の僕。ああ、それ大事。はい、ロケバスやっと始まりました。お願いします。やっと。最近でも僕がこの顔好きだなっていうのはアイドルというか、まあ韓国系の顔になっちゃうんですけど。まあそっち系のアイブのイソちゃんってわかる？いやイソかわいい。イソかわいい。イソがもう僕の中でドストライクで。今時年食い。なんか今日でもたまたま全員イソっぽくない？今日たまたま全員。すごいな。今日たまたまイソ。アフターライクアフターライク。いやいやから。ちょっとイソちゃんね。もう酔っちゃったらもう結構ねベロベロになったらもういけちゃうから。なんでなんでもいける系。だからうちらのことイソに見える。イソに見える。乾杯しよう。そうですね。イエーイ。ハゲマサ。ごめんなさい、レーダーがキラリン。お姉さんしちゃった。キラリン。ロケマサレーダー入っちゃったな。入っちゃったね。入っちゃった。これ入っちゃったね。じゃあ佐々木さんどういう人に見えます？お二人から。まあ確かレーダー。いやいやまあでも気になるじゃないですか。どういう人？甘々だと思う。ちょっとでも当たってる。当たってるよね。当たってる。そうなんだ当たってる。おかしい。わかんないですけどすぐ行きそう。なんかシャワーとかでちょっとこうローションでああとかやったら。俺そんな声が見たくないっす。俺そうなの。え、それかどうします。すごいロマンティックセックス。ああやだな。でも美容師なんですよ。だから手先めっちゃ器用で。じゃあもう高速手間だ。ピーハイちゃんピーハイちゃん。そうないと思うんだよね。結構バブいと思う。バブいやばい。バブいと思う。バブバブ甘えてくる感じだと思う。もういっちゃったの。もういっちゃった。やばいかもしれない。やばいかもしれない。もう出ないかもしれない。なるほどね。そうなんだ。そんな感じ。そんな感じ。だからどういう。結構あれ話聞いてる感じだと結構グイグイ感じ。グイグイ。確かに相馬さんはっきりしてそう。ああ、まあはっきりしてそうっていうかだって。食べよう。あ、そっちの方か。すいません。え、あんまないからね。そう知ってる人が。知ってる人がこんな近距離にいることないですよ。食べらないで。多分想像で会話できるのがここだけなんだもんね。そうなんだよね。まあ確かに。だからその方がこれ面白いですよね。マジですごい構成。いただきます。いただきます。すいません。美味しそう。ほら相馬さんの色してますもん。ほらで小相馬カラーで俺だと思って食べていただきます。え、いいの？うん、かわいい。ほんま聞きたいタイプ当てはまってなかったらね。ちょっとなタイプ帰ろう帰ろう。結構広ないですか俺ら。多分これっていうのはないですよね正直。変な人が好きなんですよ。でも基本的に変な人しかいないよな。嘘でしょ。普通の子は飽きたみたいな。どれが普通かも分からない。変な人ばかりですよ。綺麗な子見すぎて絶対だわ。基準が高い。基準高いと思う。目は超えちゃってる。光くんなんか絶対高い。芸能人クラスなんかも相手しないかも。絶対そうやと思う。自分もあれもあるし見た目よりでもなんか笑顔がまあいい人とか一緒にいて楽しいのは絶対かもね。例えば M がいい。その支配されることに対して快感を覚える人がいい。実際にそうなんですか本当に。ネタ方も確かにネタとかに書いてあった。そうなんです。でも支配されたいですね。支配されたいよな。ねえ、ヒカルさんになら全然支配されたいですね。キャベツ嫌いな人いませんね。名言は？名言はおしとやかな人。聞きたい聞きたい。ちょっと言いづらいな。言いづらいな。なんなんどうした？なん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 。どうした？いやまあ僕はおとなしめ。
他に。いや元気な元気な元気な人です。元気な人元気な人です。へえ。ちょっとね今びっくりしちゃった今。大人っぽい人です。あ、落ち着いてる人みたいな。そうです。前さんのも聞いてきます。照れた。でも僕本当に一緒にいて会話が楽な人というか、落ち着く人がいいんだろう。まあ、大事ですね、これは。いいね、もう100点満点の答えです。あんまない。地味になんか選ばれるガチですね。執着駅な気がする。執着駅しかない。いっぱい遊んだ後で、そう、前さんで落ち着きたいみたいな。イケメンに振り回されてみたいな。怖いもん、恋愛すんの。絶対浮気するやん。申し訳ないけど。セーフ。ほんまに？いや、それ俺のこと知らんやん。え？何？知らんやん。マジでマジで。スベスベ話してたほんま。俺のこと知らんのに勝手に決めつけるのやめた方がいい。あかん。ごめんな。今日で知っていってちょっと全部教えるから。今日一日だよ。1ポイント。1ポイント。全然ない。え、逆に浮気しないんですか？浮気しますよ。え？浮気して全部終わってるもん。私の浮気で全部終わっちゃう。どうするんですか、その浮気したやろって言われた時に開き直るんですか、もう。うん、結構すぐキュンとなっちゃうから。あ、これっぽい。そう、ゆっくんに負けちゃう。で、ミッキーみたいなイケメンから来られたらもう一回だけって言って一回だけ応じるんだ。LINE とかも交換しないし、もう何も携帯も持ってかないから、もう最初で最後でって言って。なんかマジで非常階段とかで加えてそう。それはめっちゃめっちゃ加えてそう。過去今までなんかボーリング友達とかしとって、その2人だけ抜け出して、そういうのするタイプ。へえ、しそう。すごっ。すっごい嫌。それが自分のタイプやってみーやん。もう地獄やで。確かに。けどそれでついてくような男だったら嫌でしょ。こういうことやで、みんな。だから私も簡単にやれないとハマっちゃうわけよ。ああ、なるほどなるほど。奥深。楽しみやな、この後何が待ち受けとるのか。めっちゃ嬉しいです、用意してるんで。ロケマツとやっぱどこまでやるのかもね。確かにね。このためにやっぱアシストした方がいい。してほしい。任せ任せ任せ。どこまで行く？フェラ。もうマジで放送できへんって。マジで108ね。やっぱ画面外で何かするのが好きなんや。もっとオブラートに進んでよ。でも俺そういうのめっちゃアシストうまいから任せて。うまそう。ごっくんせんから証拠残さない。もうやめて。完全犯罪でね。もうめっちゃいいパス送ってくれるんだ。すごい。2人は相馬さんやろ。そうですね、現時点で相馬さん。あれも妥協の相馬やん。あぶなー。妥協の相馬やったっていう。妥協じゃないでしょ。ロケマサちゃんも意外といいな。でもロケマサちゃんは高いもんだ。私のだから。それはこんな手番やんや。確かに。まあでもほんまにロケマサ奥手なんで、めっちゃ押したらいけるっすよ。いけそうな気がするか。なんで3人でいいんだよ。後ろでみんな寝てる時、私ちょっといけるかなって思ったし。めっちゃ仲いいよね、2人ずっと喋ってるし。携帯忘れた時も車まで一緒に取りに行って。そうそう、なんだかんだ嬉しがってますから。なんだかんだ嬉しい。あんな来られたことないんで。なんか自分の昔話とかも話してくれて。ネット話してるもんね。多分開いて言ってますよ、徐々に。自分からちょっと話が出てきてるよね。そうそうそう、嬉しいよね。すごいな、順調に。じゃあ、もう抱える頃にはガバガバかもしれない。買い物してるかもしれない。目に流る質問とか。質問コーナー。質問コーナー。あだ名つけてあげたら、それかも。確かに。あだ名とか。メイン。ミンソンうまいやん。嬉しい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 。ガバマンとか。え、あ、そっち系なんだ。びっくりした。びっくりした、今。そっち系のあだ名。だから、名人の思うがままに。イメージ、イメージ。まあ、そうだから、そう。今の時代で。一旦ね。でも、名前から行くのがやっぱ。私の友です。セリナです。ユアです。ゆっちゃんで。ゆっちゃん、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 ゆっちゃんって、こう思ったらせっちゃんになる。せっちゃんやだ。昭和感。昭和。ゆっちゃん。昭和だよね。そうだ。昭和。そう。戻れないよ、お前。おい、お前、戻れないよ、それ。大丈夫だよ、お前、頼むわ。頼むわ、ほんまに。付け直して。返して。返して。俺すごい疑問だけど、ほんまこの生命の
思うんだけど、はい、取ったらどうやっておしっこするのかっていう。あの普通に尿道はあるので、でもリーチがなくなってるから最初の方とか慣れないんですよ。なんかおしっこ、あ、出る出る出るのに、あ、もう出てる出るみたいな。あ、そうなんだ。それを慣れるのにかかるし時間、だからおしっこ我慢ができなくなった。このリーチがないから、なるほど。おしっこあんま行きたいと思ったらもう早く行かないと漏れちゃう。でちゃんと気筒を削っていってクリちゃんにしてるので、見た目も全然こうやってやったらベッタからクリちゃん出てきます。でそこでちゃんと女に、あ、すいません、あの、お、なでにおしたら、あの、ちょっといきます。すごい。やっぱね、クリでいけないと困るよね。私、去年卒業したんですよ、処女。その時、またできました。すごいな。22歳で性転換したんですけど、5年間ぐらいしてなくて、もう痛くて怖いし、傷口のとこにさ、って無理やんみたいな。だからやめてたんですけど、勇気出してやってみたら、あ、いけたって。すごでも、ドン付きあるんで、ドン付き行き止まりみたいな、行き止まりみたいになってるから、思い切ってドンドンって疲れると痛いかなってなるから、そこがちょっと怖いところ。名人はでも、そこはめっちゃ優しいです。スローセックスのプロやから、めちゃくちゃネットネットしてめっちゃネットネットもネットネット、ローションの代わりに自分のツバつけるまたローション使ってる今から奥さん見といてヒカルさんって S って言ったじゃないですか。名人さんとミッキーさんどっちなんですか。S か M です。ああ、S よりではあると思うんですけど、痛いのとか嫌なんで M にもなれるっすけど。それでもこう頭こうやってなってた時に大体わかる。頭を触られて嫌がらへん人は M。こうだ、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 嫌がる、なんか普通の人嫌がる、なんか S の人嫌がるらしくて。それがもうめっちゃ分かりやすいらしい。で、なんでそれたい。どされたい、そうやもんな。どう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 やねん、ほんまに。でも、頭触られて、いや、なる人は S らしい。私なるかもしれん。やっぱ相手が一方に立ってたんだ。私は申し訳ないと思っちゃうかも。そんなんしなくていいのに。嬉しいけどね、内心は。でもなんか、すんません。女の子頭撫でるやたら好きな人多いよな。いや、多いイメージあるっすけどね、女の子は。これからし良さが分からんけど、いまいち。なんでこれがいいんやろみたいな。男を感じるんじゃないやっぱ。なんかこうペットみたいな。ね、なんかやっぱり俺のもんみたいな。そうそうそう。それが多分嬉しいやと思う。首輪買いに行こう。天竜のつないで。リードつないで。天竜とで3人のケルベロス。お前の買うえ。いやいや、趣味なんですか。私は男探し。いい加減にして。今日もそれが目的でした。すっごいしんどい。マッチングアプリとかもやってるんですか。Tinder とかね。さっきも見てたもんね。そう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 。なんか20個ぐらい入れてたもんな、マッチングアプリ。びっくりするんじゃないですか、向こうの人。ちゃんと言ってから会うから。そう、セフレみたいな人何人ぐらいいるのかっていう。呼んだらすぐ来るのは5、6人ぐらい。すごいな。すごいな。その人たちはめっちゃハマってるってことやっぱ多分お互いいいんですもんね。お互いがそれはウィンウィンやしね。素晴らしい。何それ言ったのか。いや、もう嘘や。そうだな。朝出してしまいなさい。しまいなさい。もう分かっとるから。もう一番おるぞ。うん、もう独占やろ。おらんけどすぐ行けるんちゃいます。ああ、もうだから逆に。そう、作らんがない。でも好きになったら結構一途です。本当に姉さんの姉さん、姉さんたちが。そうね、そこはね。だったらね、なんかそう、仕草が異常に女性の仕草。全部女性より女性みたいな仕草。そんなにかれ日方、足もプライベートしますがな。足足ってしますがな。足ってなんでしますやん。もうやめてやもう。わてとか足とか、そう言わへんもんや。アホマネかも。ロケマサさんの性癖は相手も自分も恥ずかしがることを同時にしたいみたいな感じなんですよ。あ、自分もなんだ。自分もっていうのはちょっとあれっすね。お前恥ずかしがることってどういうこと。いや、だからまあまあ詳しく言ってもらうんですけど、まあまあ例えばですけどね、お風呂入るとかまああるじゃないですか。はいはい、そういうのですよ。簡単に言ったらです。洗いっこするんだ。そういうことを。どこからの、どこからの。イブに足つかるの。想像でいいですか。想像でね、僕ちょっと背中からいいかもしれないです、一番最初は。
背中から一気に攻めないんだ。背中から徐々にってことだ。そうです。ちょっと今やってみて。確かにね。やりたい。みんな。でもすごい照れてる顔はでも私めっちゃ好きだから照れてる顔めっちゃ刺さる。初めてのエッチの時とかにこうなんかめっちゃ照れてる感じが分かるとそれをしかも言葉とかで言われるとめっちゃ興奮するかも。言われたいしなんか言わせたい。私結構なんかえ照れてんの？え可愛い。可愛い。なんで？じゃあ年下とか結構好きなの？そうかも。でも年下の子が多かった。上もいたけど最近すごい年下が多くて、そうでもね気づいたの。男性って年上の方がいいかも。えなんでなんで？いや確かに私も年上の方がいいかな。年上もいて年下もいて気づいたのは、あ、まあ年上の男性ってやっぱ大人だなって。なんかね男の子って25歳の子って15歳ぐらいの感覚ない。女の子と違うじゃん。女の子の方が精神年齢高くて間違いないですね。30歳の人と喋ってても多分20歳の人ぐらいの感覚ない男の子。だから40代ってすっごいいい時だと思う。ちょうどいいんだよ。確かに。あの成熟されてる感じです。35から上とかもすごいエッチだと思う。なんかそのいろんな意味でなんかすごい人間としてもエッチだし魅力的な人が多い。なるほどね。やっぱ大人の色気みたいあるもんね。そっちの。私そういう人が照れてるのも可愛い。なるほど。そういうの性癖に刺さるから可愛いってなっちゃう。普段ねスーツでバシッとしてる人が照れちゃうみたいな。そうだ、ポケモンのパジャマとか着せる。あ、可愛い可愛い。そうなるんすか。こんなん着れないよ。そうそう、でも着せる。それしかもうなんかパジャマ、ポケモンのしかないから。え、ポケモンとか言いながら喜んで着るじゃん。なるほどね。めっちゃ意外。なんなのか、性癖ですか。僕でも結構言ってるからな。聞きたい。なんだろう、性癖か。まあだから、やっぱ僕は気持ち悪いのしかないな。着るやつがいいよね。あ、でも俺やっぱ深く着ないのとか、どういうの？ご飯の時とかにってこと？いや、というよりかは見えないけど見えそうなブラしないで一緒にコンビニ行くとか、ただパンツとかで歩いてるとか。そう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 。でもいい。いいよね。めっちゃそれめっちゃ良くない？わかるわかる。二人で二人だけが知ってるみたいな。ああ、そう。そう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 。秘密の感じ。そう、わかるわかる。でちょっと距離遠くから見てるみたいな。ランちゃんは？性癖は結構ノーマルなんですよ。お仕事ではエスさせていただいてるんですけど、プライベートとかってなっちゃうと普通ですね。結構ノーマル。男性にキュンとするとこって、私結構エッチとかだったらノーマルにリードしてくれたら結構いい感じで、その終わった後にギューしてほしいとか、もう賢者タイムの時のでいなくなるとかがもうやる。あともう一個はちょっと違うんですけど、私男性が感動して泣いてる時の顔好きなんですね。あの悔しくて泣いてる時と一緒に何か分かんないけど感動したりしたりとか、例えば私がしたことに対して涙を見せてくれたって、それってすごい本当の気持ちじゃないですか。自発的っていうのを見せてくれた時に私の心が動いちゃいます。でも賢者タイムの時のそういう動きってめっちゃありますよ。気になる。やります。じゃあ、カレー。さすが。姉さん、さすがです。そこで、そこで大事にする。すみません、シャンパンもらっていいですか。いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。いただきました。アルコールください。あ、綺麗。一番男の子の多分素が出る。素が出ますね。その後ですか。行った後めっちゃ素が出るよね。出ます。あと終わった後とかね。あと男の子ってさ、こう一回エッチしたことあってその後の関係性がめっちゃ変わっちゃう人と変わらない人がいるじゃん。めっちゃ分かるね。めっちゃ分かるよね。まあまあまあ確かに。で、私変わんないの。マジでエッチしてもそのままの関係で、むしろなんかエッチしたこと忘れてなんかインスタの DM とかで結婚おめでとうとか送って、あ、エッチしたことあったこの人。友達で。でも別にめっちゃやりまくってるわけじゃないけど、そんな感覚なの私の中で。そうでもなんか男の子によってはなんかその後がなんかすっごい冷たくなるか、めっちゃ逆に好きになられるかとか、だから極端に触れない、なんかこいつめっちゃもっと好きかもになるか、まあなんか全クリしたは OK、 RPG はその差があるよね。確かにそこまで変わるかどうか分かんないけど、やっぱちょっとよぎるもん。フラットにはもうなれないかもしれない。あ、そうなんだ。そのしてない関係にはなれないよね。無理だよね。無理です。戻れないんだ。ちょっとバイアスかかっちゃうもんね。え、それってさ、何、たまたまがそうさせてるの？たまたまかもしれない。たまたまかもしれない。え、でもありますよね。なんかね、どうです、佐々木さん。僕結構ね、めっちゃフラッといきますよ。あ、じゃあ私と同じタイプだ。僕本当元カノとかと普通にガチの友達。ああ、それはすごい。確かにそうか。いつもだって平然としてますからやったもんね。バレてないでしょ。バレてない。撮影の合間にやってると。やばい。
そういうことですか。そういうことですよ。いやそういうことじゃないじゃん。でも超言ってること分かるかも。私も昔の男の人とご飯とか行ける。マジですか。普通の友達になるし。マジで今日初めてですか、ニューハーフさんの。いやそうなんですよ。マジで女性だなと思って、だから僕目も見れなくなっちゃったんですよ。恥ずかしくなっちゃってね。食べましょう。その僕みたいに餃子見ましょう。ガチで出る。出てるよ。本当に出れてるからな。時間が経てば少しずつ慣れていくんですけど、やっぱ最初の方はね、僕も緊張しちゃうんですよ。でもこういうタイプがさ、これ開いてくれた時嬉しいよね。うん、そうです。今はの女の子のキュンポイントじゃない？でも結構そしたら俺様なのかも。絶対そうだよ。あ、意外と付き合ったってことか。多分。いやそれは違うよ。それダメ。え、誰と飲んでたの？あー、いいそう。僕でも結構多分自分って甘えると思うんですよ。甘えもなの？え、佐々木さんと一緒ってこと？そう、え、思った今甘えたよ。え、一緒一緒みたいな。佐々木さんの甘えるがこの辺だったら僕は多分この辺です。まあ、もう佐々木さんは次元どんだけ僕甘えんぼ。僕ってでも甘えんぼって分かる。めっちゃ甘えんぼ。でも分かるよ。何甘えんぼ。めっちゃ甘えんぼだよね。間違いない。即行きの甘えんぼ。得意キャマイモです。この体勢でもう甘えん坊なんだな。ソロ赤ちゃん、ソロ赤ちゃん、ソロ赤ちゃん反発するんだけど一番甘えん坊です。バブゲ、バブゲね。なんなんこれ。嫌いじゃないですよね。まあでも甘えん坊だと思いますよ。マジ。めっちゃわかるよね。でもめっちゃ見る目ある。俺が甘えん坊なんて思ったことない。末っ子なんで。ああ、これがさ、もうこれはこんな物の言い合いになった時の返しも、みんなで後でさ、よしよししてあげよう。本当にしてあげたい。してあげよう。なんか抱きしめてあげたい。大人になってから多分締められるとかないのよ。ほら、重いね。あら、いい。そう、朝喜んじゃうから。ありがとうございます。でも佐野さんその向こう知ってるんですもんね。そうです。僕は向こう体験させてもらいました。でもやっぱりプロということで。もうプロでした。本当に新世界へようこそ。本当にニューワールド。甘えん坊なんですね。あ、佐々木さんはね。これで終わるんですか。最後優勝してもらいましょう。よし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 やってほしいから。よしよししないと場面転換できない。よしよしして場面転換できない。できないって。あっちって合流できないですよ。一番思う。はい、ということで食事ね、ある程度したと思うんですけど、最後にこれ罰ゲームやってなかったんですか。ここで罰ゲームがあって、ロシアン餃子やってもらおう。めっちゃやばいじゃないですか。うまそうやな。1個だけ激辛の餃子が入ってて、それを負けたチームの人たちに食べてもらおうかなと。よかった。あ、来ました。全然怒らん。分かんないよな。うわ、これめっちゃ嫌や。めっちゃ辛い匂いしたけど。えガチ怖い。はい、せーの。いや、誰辛いの。怖い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 。いけた。大丈夫。大丈夫。残ってないじゃん。ちょっと辛い。ちょっと辛い。大丈夫。飲み込んで。これ顔と頭の色一緒になってる。可愛い。可愛い。可愛い。そういうプレイ。そういうプレイね。なんかピンクの。え、すごいね。ありがとう。ナイスファイト。ナイスファイト。今回これで昼食終わったんで、次はカラオケに。うわー。目の前。行きましょう。イエーイ。